こんまりさん、こんまりさん、はい、これからの人生の目標はありますか？これからの人生の目標、私実は今ね、人生の目標を決まってないっていうのは、私の場合、とにかく今目の前に与えられたものを果たす、自分がお役目が終わったらまた次のね課題が来るから、それを果たすっていう実はスタイルに今はしていまして、昔はね、もちろんいろいろ考えていたこともあるんですが、ね、本をベストセラーにしたいとかね、こうアメリカでネットフリックスをエミー賞を取りたいとかね、いろんな目標があったんですが、それを一つ一つ超えていった中で、今はね、大きなビジョンっていうのは実は決めてないんです。人生の中でちゃんとした目標があって、そこに向かってダーッと行く時と、こう与えられたものをこなしていく時期とか2つあると思っていて、次の目標がグッという風に湧いてきたらまた聞いてください。